こんにちは田中美です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、翻訳家、ライターなどをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今回取り上げたいトピックは、選挙は、選挙特番は全局で流すべきなのかどうか。 といいうことについててっえー、今回の衆院選、えー、27日に行われた衆院選でも NHK さんを含む、えー、民放各局の方で、えー、選挙が、えー、選挙特番という形で銘打たれて放送されたのは、えー、皆さんももちろんご存知だと思うんですけれども率直的に率直に聞きたいんですけれどもこの選挙の特番って全ての局でやるべき かかどうか皆さんどう思ってますかあのコメント欄でお聞かせ願いたいんですよね是非とも、えー、あの僕自身冒頭で説明した通りテレビ業界の人間なんで、あのーまあ、一応全然有名ではないですし本当に隅っこの隅っこのにいさせていただいてるんですけれどもなのでその一応テレビに関する批評であるとか、えー、すごい感想であるとかっていうのはすごい気になってはいるんですね。 なんでそので率直的にそのこういう状況についてどう思っていらっしゃるかどうかって視聴者さんの意見としてすごい聞きたいなと思っていてあのもちろん選挙特番って私が自身が業界に入る前子供の頃からえまずっと同じ形でやられてるんですよねえ全部の局ででまあちょっとその私自身も個人的にえ子供の頃から なんでこの選挙特番って全部の曲で放送しているんだろうって、率直になんかこう言い悪いとかじゃなく思ってたんですよ。で、今、業界に入って何年かたって、10年以上経って率直に思うことは、なんか今回 TBS さんが、その、野球中継と一緒に報道されたじゃないですか。選挙特番っていうものを。なので、個人的には、なんかああいった形も、 ありなんじゃないかなって私テレビ業界に所属していながら思うところはありますよね。正直な話。えっ、ー、と、まあ、ま、NHK さんは国営放送なんで、一応日本の国営放送っていう形なので、衆院選も参院選も絶対そのやるべきだと僕は思うんですよ。ただ、他の民放参画局に関しては、 どうなんでしょうね。あの、今回、TBS さんがやったみたいに、あの、コンテンツは、えー、特別、えー、あの、別のコンテンツを流しながら、選挙に関してはテロップでお伝えするっていう形でも、全然いいんじゃないかなって、えー、思っていて、で、例えば他にも、あの、ま、すべての曲がやらないっていうわけにはいかないと思うんですよ。えー、なぜかっていうの、テレビ番、テレビ局って一応その、えー、娯楽、えー、教養を、 えー、あとは報道を、そういったコンテンツを、あの、まんべんなく、えー、放送していくっていう基本スタンスがあるんですね。娯楽、えー、教養、教育、えー、報道。で、その中でも報道をすごく重視、最重要視しているので、えー、選挙っていうのは、あの、選挙特番っていうのはやらないわけにはいかないというのが、えー、まあ、テス整備側の、局側の意見、スタンスに立つとしたらそうなんですね。で、あの、で、 例えば選挙って、あの、ライブ性があるじゃないですか。えー、自分の、えー、気になっている、えー、候補が受かった、落ちたとか、あ私の地域で,地域では、えー、この総選挙区地域では選挙区では、この人が通ったんだとか、この人落ちてしまったんだとか、そういったのがそういうライブで伝わるので、まあ、その、例えばその、いい意味でその、 ヘイトも集められるじゃないですか、視聴者から。なんでここの塔が、えー、今回は伸びてるんだとか、なんでここの塔が伸びなかったんだとか、そういういい意味でのその、ヘイト的なものも集められますし、あ、なんかすごい、あ、この人が通ったとか、なんかすごい、嬉しい、私も嬉しいみたいな共感を逆に集められたりとか、そんないい意味ではそのいろんな反応が得られるから、その即時的に、だからもうテレビ局としてはすごい美味しいコンテンツだというのは、 ま、一つテレビ局側のスタンスに立つとしたらそうなんですけれども、ただですね、その、僕的には、その、持ち回り的に放送してもいいんじゃないかなと思っているところがあって、あの、ま、今回は、フジテレビさんと、え、日テレビ、日テレさんで、え、選挙はメインとして伝え、選挙特番をやります。で、他の局は、あのあ、他のコンテンツを流しながら、テロップで放送しますっていうような、 え、形でもいいし、もう一切流さないので、今回はその日テレさん、フジテレビさんをご覧くださいっていう形でもいいし、で、また別の機会が来たら今度は TBS さんとテレビ東京さんで放送しますんで、他の局は別のコンテンツを流します。で、NHK はずっと、国営放送でずっとやってますと、選挙のことは。っていうスタンスでも全然僕は、個人的にはいいかなと思います。やっぱりその、まあ、え、まあ、えー、 投票率も半分以上っていうのが、半分以上行くか行かないかっていうのがいつもの流れだと思うんで、今回もそんぐらいだとは思うんですけれども、そうですよね、その、全員が全員そのやっぱり選挙に興味があるわけではないとは思うし、えー、まあ申し訳ない、あの、あの申し訳ない話なんですけれども、まあ、そういった方々に向けて、あの、別にその選挙に興味がある人でも、あのー、 自分の気になる地区のことが分かったら、あとはもういいやって人多いと思うんですよ。っていう人も多いと思うんですよ。で例えば、その、この人は落ちてほしいとか、この人は受かってほしいと思っていた当落状にある候補のことが、もう一度分かれば、えー、それでいいやっていう人も多いと思うし、あのー、例えば、今回テレビ、例えば、今回テレビ朝日さんの方で、この人の当落が分かった。で、じゃあもう、あ、この人は落ちたんだ。受かったんだ。ってもう分かった。 からいいやってなるじゃないですか。でも、で、他の局に行くと、またその人の当落がなんか伝わってて、で、会見とかのこと、はいやいや、もういいようにっていう <laughs> 形にもなりかねないんじゃないかなと思っていて。なんで、まあ、各局が、その、やっぱり個性とかを出そうとしているというのはすごくよくわかるんですけれども、やっぱり選挙特番ってどうしても似てきちゃうところがあると思うんで、 なんというかその、今回その TBS さんがやったみたいに、その別コンテンツをメインで流して、途中までめあ,あ途中までじゃなくてもう全時間でいいと思うんですけど、僕個人的には。え、流して、あとはもう、テロップとか、え、インターネットとかでえご覧になってる、もしくは NHK さんでチェックしてみてくださいっていう形でもえ全然いいと思うんですよね。やっぱりその NHK さん今回見てて、あの、すごい、 まあ僕40歳なんですけど、高半年齢から見たら NHK さんのその、こうまあ、スッとしたか感じ、えー、あの結果だけを淡々と伝えていく感じ、えー、っていうのが、すごく、あのー、入ってきたんですよね、えー、頭の中に。あここはこの人が通ってるんだとか、えー、あえ自、ー、民はここでこんぐらいの選挙、自民は東京でこんぐらい取ったんだとか。 えー、あ裏金に関わった方々はあこの人たちが落ちてこの,このぐらい落ちたんだとかよかったんだとかっていうのがすごいよく分かったしなんかすごい票の出し方とかもすごいスッキリしててあのあの都道府県ごとに紹介してたのもすごい好感を抱いたんですよねで淡々と流してたんでなんかすごいスッキリしてたなと思ってやっぱりだからそのやっぱりあの民放だとこれあの民放を批判してるわけじゃないんですよ民放だとやっぱりその よくも悪くも、いろんな層が、いろんな方々が見るんで、ご家族で見る人たちも多いし、なんかこう、やっぱりその民放のスタンスとして盛り上げるとか、バラエティ性を入れるっていうのは絶対あると思うから、同じ報道でも。なんでそういうふうな形、なんかこうちょっと、テレビタレントさんをたくさん使ったりとか、気を与したりとか、なんかそう、バラエティに近いような形になるんですよね。まあ別にそれがいい悪いとかじゃなくて、しょうがない部分もあるんで、ただその、 NHK さんにどうしてもそういった、もし、あの、選挙の結果を、々と選挙の結果を伝えるっていう面だと、やっぱりその、どうしても、えまあ、勝てるか勝てない、勝てるか負けるかで言うと、勝てない部分ってあるんじゃないかなって僕は思っているので、そうですね。まあ、民放も見れて,てすごい面白い部分はあるんですけれども、選挙の伝え方ってなんかこう、 とこも、えー、工夫しようと頑張っていてただそのコンテンツ自体が一緒だからどうしても似通ってきちゃう部分はあるんで,でしかもその先ほど申し上げたとおり、えー、全員が全員その選挙に行くわけではないですし悲しいことながらで他のことに興味ある人もいるんでまあそのどうしてもやりたいバ,バラエティであるかどうしても放送したいドラマとか映画とかそういったものを、えー、潰してまであの果たしてその選挙っていうものを 放送すべきなのかどうかっていうのには私はちょっとあの業界にいながらにして疑問に思うことはあります。皆さんどう思ったでしょうか率直な感想をお聞かせ願えたらとても助かります。すごい貴重なご意見になりますのでそういった感じでこの私の YouTube のコメント欄使ってほしいです。はい、この動画をご覧いただきましてありがとうございました。 えもしこの動画が良いと思われましたらチャンネル登録並びに高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。